俺の名前は刹那圭介。見ての通り学生さ。いつもは学生として毎日勉強に励んでいるけど、裏の世界ではゲーム実況者として日々努力している、そういう人間さ。いや、刹那圭介だよ。ライト3やっていきたいと思います。あ、違う、3ライト3をやっていきたいと思います。間違えそうだった、危ない。よっしゃ、どこまで行ったかわからんけど、この3人に話しかけたところまで行ったんかな。アイリスちゃんだったな、この子は。人影が見えたので捕まえようとしたら、何か布のようなものをかぶせられ、その後突然押されました。しかしこの部屋にいる人数は変わっていない。お宝の方も盗まれていない。どういうことです？人数変わってないの？よう、そんなんわかるよな。え、人数数えてたの？君結構有能な人間なのかね。実は有能な人間なのかね。ドジっ子のプンプン子なのに意外と有能なのか。イーノス、どうしたお前、大丈夫ですか？まだ顔色が優れませんよ。ああ、すみません、点検に不備はなかったはずなんですけどね。こう見たら本当にお前が怪盗の正体なのかなって思ってきます。停電、配線、点検をした後は何を？セキュリティシステム等の点検を一通り済ませた後はこちらにいましたよ。ってことは、あ、一旦出て行ったな。出て行った時に俺が呼びに行ったもん。その間に何かしてやらかしたか、お前。あそこで殺害取ったのは何か意味があってのか？ずっとこちらに？いえ、人酔いを起こしてしまって、一度ここを出て窓から外を眺めてみました。あ、その時に俺らが行ったんやな。それはあなたもご存知ですよね。そう、確認を取って、こちらに、ああ、なんだ、外に出たのはそのためだけなのかって思わせといての固定概念を持たせる。そして、実はそうではない。違いますか？めちゃくちゃ疑ってますね、俺は。いいの、そのこと。シド？あそこであなたと私が会ったのが初めてでしたよね。はい？ええ、あの時が初めてでしょ？本当に？疑ってる？おっと、テオだったっけ？シドか。あ、本名テオで、今はシドって呼ばれたわけやな。うん。シドやって疑ってるぜ。俺と一緒の感覚を持ってます。ん？覚えてねえのか、お前みたいな目で見てる。同窓会の時にお前俺のこと覚えてねえのかっていう目で見よる感覚。俺はお前を恨んでいるか。え？今日初対面の相手に恨みも何もないでしょう。わー、出たー。エフィーナちゃんの力出たー。嘘でした。エフィ。うん。そして3の3発戦闘。恨んで、ないー。うっそですってかね。くそ、恨んでやがるな。俺が恨まれるようなことしたかどうかはさておき、恨んでやがるな。なんだろう、なんで恨まれとんだろう。お菓子取ったけんかな。10円ガム取ったけんかな、勝手に。一つぐらいいいやろ。一つぐらい取ったぐらいで恨まれても、今さら。ん？どうした？いつものと、ちょっと味が違ったから。なんだろう。え？いつもと違う。なんなん？ソーダ味が、サイダー味に変わったん？大して変わってないぞ。そんなこといちいち言うな。そうか。嘘だしそうです。こいつが言ったことはやっぱり嘘だそうです。ドラゴンというものはご存知ですか？ええ、もちろん。人によく似た姿をしていて、何かしら魔法のような力を持っている。そうです。この子もドラゴンで、能力は嘘を形にし、処すこと。つまりは、先ほどのあなたの発言は嘘だということになります。どうした？何も言えないか？いやー、すごいね。話は聞いていたけど、やっぱり生で見る方がわかりやすいですね。うん。でもよかった。おおむね予測通りで。あと少しでもズレがあったら、また調整し直さなきゃいけなかったからね。なんだ君は。なんだ、負け惜しみか。嘘をバレた時の負け惜しみか、お前。お前、誰だ？イーノスじゃないな。え？これは失敬、挨拶が遅れましたね。え？やっぱりお前やないかー。
やっぱりお前やないか、怪しいと思ったんだけど、この野郎。出たー、怪盗キッドじゃなかった、バタフライ。名前はないのですが、バタフライと呼ばれているので、あ、どんな子にしよう。名前はないのですが、バタフライと呼ばれているので、どうぞそちらでお呼びください。こんな声でいいんだろうか。お前の髪の毛なんか副隊長さんに似とるの、なんか色合いとか、そのあたりは副隊長さんに、髪切った副隊長さんに似とるぞお前。まさかなんか展開じゃないだろうなお前、出てこんやろうなと思っただけじゃないだろうな。怪盗バタフライ、本物のイノス、本物のイノスさんは、ああ心配はいりません、生きてますよ。あ、よかったよかった。イノスさんが、正体がイノスさんじゃなくて、イノスさんに化け取ったバタフライだったんだよこいつは。あ、イノスさん別におるんや。あ、よかった、イノスさん疑いそうだったわ。疑ってないよ、ちっとも疑ってないよ。イノス疑うぐらいだったらさ、周りにおる警備隊の一人、警備の人一人が疑いにかかられるところやけんな。俺的にはあいつらの方が怪しいけんな。誰だイーノスが怪しいって言ったやつ。どこかでね。まあ長い話は聞き合いでしょうから、さっさと終わりにしましょう。なんだ、キャー、何この音。じゃあまた後でお兄さん。え、停電、わー地獄絵図になってる。あれが怪盗のすることかってぐらいの地獄絵図になってます。あ、お宝が、あ、なんということだ、私の黄金の。皆さん落ち着いてください、安全確認できるまでは決してこの部屋から出ないように。う頭痛い。大丈夫かエフィ、この黒い泥みたいなのはもしかして。うん、多分嘘、多分形になっていないけど、これも嘘。嘘にもいろいろ種類があるんやな。これじゃ食べられない。今まで形にならずは疲れたやつにたまにあったが、全てが泥のようになるなんてことは。先ほどの怪物やこのドロドロとしたものは、そちらのお嬢さんが。ああ、そうだ、こいつの能力、こんな風なのは初めてだがな。分析してしまう。外には出られるのでしょうか。入り口にべっとりついていたりしたら出られないかもな。接着剤みたいな感じになってるんやこれ。接着剤並みにネバネバしてるんや。調べてきていただけないでしょうか。私はここにいる人たちも見ないといけない、見てないといけませんので。ああ、行くぞエフィ。うん。ところでさ、バタフライってさ、なんか悪人の宝しか奪わないって言ってたね。君は何をやっていたんだい。おお、相当ショックなようですね。もしかして全財産をはたいて買ったのかしら。いや、買ったのかもわかりませんね。もしかしたらどっかで盗んできたやつかもしれませんからね。外に出ました。上に行く必要はないか。どうだ、べっとりとついてんな。出れんのかい。剥がれそうにないか。ダメだよ、ベトベトしてたら食べられない。窓とかにもべっとりついてるからな。とりあえず戻ってあいつに報告しよう。あいつって言うたらウィルバー、ウィルバー、ウィルバー。おまだそれの状態か。お前どんだけショックだったよお前。これ一個でどんだけお金でつぎ込んだんよこいつ。めちゃくちゃショックを受けてるやん。外に他の調査部隊の隊員が到着したのですが、入れるところがないと報告が。やったよな、あそこの入り口以外のところもやられたんや。そうか、内側からも見たところ出られそうなところはないぜ。そんな、もう少し分析も続けますが、ウィルバーさん、他に外につながる通路等は。金持ちだったら隠し通路的なもん用意しとけよお前。そうだな、今夜は屋上を開放してはいるが、空飛べると思ってんのかお前ら。屋上ですね、了解です。
やろうとしてるな、飛び降りようとしてるな。ドラゴンだったらできるかもしれんけど、また大変なお願いになってしまうのですが、どうした？屋上へ向かっていただいてもよろしいでしょうか。この場に携帯は今は私一人ですし、緊急事態であるのでニール様の方にも連絡を入れてみます。ニールって隊長だったっけ？隊長の名前がニールだったかな。隊長隊長呼びすぎてさ、本名を覚えてないっていう。あの怪物のようなものは人を襲いますか？ああ、小さいのは人を襲うことは今までなかったから現れても大丈夫だろうが、いつもなら怪物には俺たちの攻撃以外はあまり効かないみたいだ。マジで？逆になんでお前の攻撃は FE なはまだわかるとして、なんでお前は聞いとんやろ。なんか特別な力持っとんかいな。気をつけろよ。分析を続けて出入りが可能なところがあれば私から報告に向かいます。よろしくお願いします。あんまへこんでんじゃねえぞ。今この場にいる人たちで頼りになるのはお前くらいだからな。え、はい。わ、なんか好感度アップしたぞ。お前さらっと好感度アップしに行ったね。女の子だからってさらっと優しくして好感度アップを狙ってるな。ずるいぞ。だとしたら俺だって好感度アップしたいわ。俺読書と勉強が得意で趣味なんですみたいな。お見合いみたいになったのや。あれ、どうした？階段がさっき上がってきたのにもうドロドロになってるな。戻れそうにないね。まあとりあえずは屋上だな。マジか。追加でどんどん増えていくパターンなんじゃ。何それ。あー、嘘おる。なんかすっごい形の悪い嘘おる。あ、メイドちゃんたち避難しなさいよ。お前たちばあ、みんなで避難しよう。俺もついていくけん。両手に花どころじゃない人数だぜ。だから何？ちょっとだってなんなの？ギャルかお前ら。お前ら全員ギャルか。え、青春派とかおらんのか。くそ、今時のギャルばっかやや。メモ用紙くしゃくしゃになった紙、ゴミ箱なんかないかな。あー、なんかいろいろ出てきてる。嘘ばっか。お、チョコプチシュ回復アイテム。ゴミ箱の中に入れるなよ。てかゴミ箱の中の食べ物あさるなよお前。やめろや。それが回復アイテムってところ。うー、演出キモいな。うん。さらっとうんって言ってた。今の演出いるのか。うわーお。どんどん敵が出てきるんで。あかん。何かある。やった、来た。攻撃アイテムじゃ。定番の攻撃アイテム。装備。攻撃アイテムとか装備アイテムやな。装備できるもん全部装備しとこう。ドーナツ。なんでドーナツで攻撃力が上がるかわからんけど、どんどんドーナツ、どんと行こうみたいな。もう、白箱みたいな感覚なんやろうな。そういうことにしとこう。精神的なところから。武器、攻撃力よりも精神的なところがまた手に入った。またなんか上位互換みたいな手に入った。なんか探索しとってよかったレベルの上位互換じゃないの、上位互換じゃないのか。あ、攻撃力じゃなくて防御力の方を上げるタイプのやつか。だったらいいや。攻撃力の方が欲しいですからね。あーん。いちいちべしべしって、もうなんかバイオハザード的な出てき方せんでもいいのに。進めそうにないね。ベタベタでうねうねしてる。でもこれ、今誰かから出てきている嘘だと思う。誰か？バタフライ逃げたけん、出てくるはずがない。まだおるん、バタフライ。その元の嘘を食べればここも通れるかもしれない。そうか。ならその大元を探そう。大元？一旦戻るか、こいつら4人に容疑者がおると見るか。だから、ちょっと。だって、なんなの？ダメだ。俺はギャルドを相手にしたらちょっと太刀打ちできなさそうな気がする。あ、戻れん。じゃあなんだ？下に戻れんってことは、ここにその大元みたいなんがぐらい。あ、でもこれ嘘でできてる。そんな匂いがする。なんてこった。嘘でこんな気持ち悪いもんが出来上がるのかい。もういろいろな形状があるんやな、嘘にも。
なら、こいつを食えば、あの階段も通れるようになるんじゃ。これも完全な形じゃない。誰かの嘘だと思うけど。嘘をついた人から、もう少し形になるようなものを引き出さないといけないと思う。それに、可愛くない。可愛くなく、可愛かったら食べるというのか。まあ、今回ばかりは同情してやるよ。引き出さなあかん。まさか本当に、この4人の中から、この4人の中におるんか。おりそうな気がしてきたってか、イベント入ってしまった。だからあなたでしょ、隠れてご主人様とイチャイチャしてたの。はぁ、あ、言いがかりでしょ。それならこいつもでしょ。私聞いたんだから。何言ってんのよ、濡れ衣を着せようとしないで。喧嘩はダメですよ。なんだこのギャルたち、めちゃくちゃご主人様に I love you してるやん。そういうあんたが一番怪しいんだからね。そうよ、このブリブリッコ、ブリブリッコってブリッコでいいやん。何ブリ2つ1つつけとんなだお前。クレヨンしんちゃん的なブリブリみたいな感じになるけん、下ネタがやめた方がいいよ。成人派みたいな髪型しやがって。な、なにその下品な呼び方。ほら下品って言っちゃった。相手が下品って言っちゃった。足がポマニキンブリブリ覚えちゃダメだよ。エフィーナちゃん、君はそんな下品な方向に行ってほしくないよ。すみません。なに、言っとくけど足はちゃんとあるんだから。いや、そういう問題じゃないっす。そうよ、突然耳鳴りがしたと思ったらいつの間にかこうなってたんだから。おかげさま、おかげで顔面引っ掛け回したいのにできなくてイライラしてるのよ。デンジャラスなメイドやな。ああ、はい、何があったか聞かせてもらいただけませんか。ご主人様、ウィルバー様と今必要以上に仲間のいいメイドがいるというか、噂というか、それが誰だっていうことで言い争いになっちゃったんですけど、誰だか分かんなくて。お前ら、ウィルバー様のことそんなに大好きなんか。お金目当てか。多分お金目当てだろうな。月いくらぐらいもらっとんだろう。その中のいいメイドがいるということは確定なのですか。あ、はい、他の証人も噂をしていたりしているようで。でも明確に誰だっていうのは分からないようなんです。どうせあんたでしょ。ね、そんな、そういうあなたこそ怪しいんじゃないですか。そうよね、いつも澄ました態度でしているけど、裏であんなことやこんなこと。なんですって。どうする。あー、エフィーナ、女ってめんどくさい生き物なんだぜ。これ見たらそう思うだろ。この中に誰かがいるっていうことは、誰かが嘘をついてるってことだ。つまりはあの目玉の嘘はこいつらの中の誰かの嘘だっていうことになるな。罪悪感か後ろめたさか、何かあれば反応して怪物として形になるはずだ。あの4人一人ずつ話を聞いていこうか。うわー、誰が嘘をついてるでしょう。ゲームや、よくあるやつや。でもそれは次回に回しますと。というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。終了。あの目のやつ、あの4人の中の誰か1人がついた嘘なん？だとしたらそのメイド、どんだけカオスな嘘ついとんねん。というわけで次回は、嘘ついているメイド誰だ大会をやっていきたいと思います。また次のパートにて、バタフライドラゲナイト。